兄イコール推古天皇格食べ、伊勢神宮の歴史と格式書道の極意、一を止める正しさ、天皇と書道の国、日本国。出てるっていうことは、その交差点でまた何かあるってことやな。途端にスマホ取り出して何かやりだしたら、だからスマートフォンを途端にバッて叩いたら、まあ、なんだーっていうふうにびっくりするでしょ。そういうやり方。補聴器とかなら仕方ないわな。でもスマートフォンは違うっすよ。あからさまに恋にわって驚かせるような出し方してたっすよ。自転車でしましまやって、福島放射能っていうやり方、交差点でバカらしいっすよ。伊勢神宮の歴史と格式書道の極意、一を止める正しさ、一イコール誠実、お車は誠実に運転を願います。